マーネー西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエア日賀博士とこんにちはアシスタントの安田麻里ですここからの時間はザマネーフライデー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます今日皆さんよろしくお願いいたしますこの番組は YouTube でも同時配信中です資料もご覧いただきながら皆さんどうぞお楽しみください さあ、えー、まずこの年、新しい年が始まって2週間ほど経ちましたけれども、うんはい、えどうでしょうか、あまりやはり動かない相場が続いているという感じでしょうかね、そうして、トランプのツイッターのりまり、まあ、ドスンと下げて、ドスンとも、うん、あまた今度はそれの巻き戻しで上げて、はい、そこからギザギザやって、まあ、横ばいで、で若干まあ強いという感じなんですよね。うん でまあそうは言う強,強,強い強いもう金余りでもうジャブジャブの金余りですから、はい、まあ,あの誰に聞いても私もね、えー、有名株式トレーダー何人かに話聞いたんですけど、はい、もうカンカンの強気でございますよ。カカンカンの強気、うん でまあ、一番今爆発的に上がってるのはテスラっ、ね、まああねイーロン・マスクイーロン・マスクさん私尊敬してるんですけどす、ね、会社はね、まあ、倒産するとかあの冒頭するとか、はい、いろんな見方がもう真っ二つに分かれてる<ー>西山さん夢を買うって言いますよねまあーイーロン・マスクは夢をもう語っとるじゃなくて、はいえー、34時間しか寝なくて1日もう2つのスペース X と、はい、テスラの会社あって。 もうめちゃくちゃゃく働いとるわけで,すよでまあ一種のね、まあ、異常な男なんですけど、えー、まあ世の中を変える人っていうのはそういう人しかいないわけでマイノリティなわけです必ず。でまあそれはともかくテスラってのは何でそんな上がってるかって言ったら、はいえー、まあ800円800万円くらいのねうん、うん、安いテスラが出てきたと。はい、それ私の周りにもう今3台ぐらい買っとるんですよ。でそれで んんねうん、まあその,の,その車がいや車が売れるようになってきたんだけど<ー>いやものすごい加速なんですよ、はい、電気自動車ですから<ー>、まあ、それはともかくあの売ってる人の買い戻しい、うん、でもうじくざくじくざくやって、はい、ただねウォール・ストリート・ジャーナルに行ってるのは。うん テスラみたいな赤字まみれの企業がこんだけ買われてるのはま,あまさにバブルの象徴だということなんですね、うん、一時大丈夫かなっていう時期もありましたけど、まあ、あの本当にねいつでも綱渡りなんですけど、ねまあ、ペイパルから始まって、ね、今まあ3社の会社2つの会社やってると、はい、でまた新しい恋人ができましてです、ね、<あ>7人目の子供生まれたとた今月。 安田さんも頑張ってくださいはい頑張ります <laughs> <laughs> ありがとうございます、はい、さあ日賀さんは足元どんな風にご覧になってますかうん、年始から結構、はい、また今年も動かないかななんていうことを言ってましたけど、えー、まさにその通りの今展開にはなってるかなと思ってて、はい、嫌な予想,予想が今のところは当たってしまったことを <laughs>、はい これがまだどこまで続くのかがまた見えないところが悩ましい今の為替市場かなというふうに思ってますね、うん、やっぱりプロの目から見てもそういう相場なんですね動かないというのは当たり前な話ですね、はい、私は金融資本主義っていうのはリーマンショックで終わったと言ってるわけですよ、はい、で今の市場というのはそれは上がってるんですけど 景気がいいって言っちゃってその裏側は歳出、うん、借金臨転機回して赤字をね国債を発行して赤字をどんどん、えー、膨らましてで資産も膨らますと、はい、それはね安田さん、はい、成長と呼ばないの私の定義では、うん、当たり前じゃないですか金出した分上がるとでそれはね金出した分 上ちゅうのは勝っては1金出すと2とか2.5とか3とか上数効果っていって経済の金ばらまいた何倍かの効果が得られたんだけど<ー>今は1金まいてもとかしかしし成長しないんですよだから世界中マイナス金利になっちゃうわけ、はい、で平さんがこの前電話で言ってたんだけど、えーえー、欧州中銀もうんと日本化日銀化してきたともう足抜けできない量的緩和から。 マイナス金利からもう量的緩和からもうやめますって言ってて抜けられない、はい、日銀も当然抜けられない、うん、アメリカも今また6月までじゃぶじゃぶにしてると、えー、で金で金で余ってるとその代わり安田さんも私も日嘉さんも給料は上がらないと、うんうん、資産価格だけ上がってるわけですで逆イールドが問題になってるんだけどこれがまたね功を奏してて逆に、はい。 短期金利持ってるもんですからアメリカだけがどんどんアメリカに金が入ってくるとで長期金利が低いんで上がらないんで、はい、不動産から何から全部バブルしすよう。うん、ところがそんな高い不動産誰も買えませんよ日賀さんも私もね安田さんも、はい、そうするとどんどん家賃上がっていくどんどん生活が苦しくなって中間層はもう給料ずっと下がってるわけですから落ちていくと、はい、でその中でファンドのキャッチボール、うん リートだとかね、ジャンク債とかその金余りでそういう資金だけが買ってる、うん、まあ市場最小の参加者に参加者による市場最大のバブルが、うんえー、起こってるんです。うん、で当然ね中間層がいなかったら資本主義っていうのはやっていけないわけだから。うん そうそうですよだからいくら資産が上がったってた世の中の12%が金持ちになってるだけで、はい、そうするとね歴史を見ると、はいえー、そういうことが続くとうんです、はい、要するに貧富の差が開いたらだからダメなんですあの、うん、ちゃんとやっていこうと思ったらね。はい でまあそれをねポール・チューダー辺りは資本主義を支持しながらも、うんはい、これこのままではだめだと、うん、で今その顔好きにトランプだとかジョンソンだとか、ねうん、いろんな人が出てきているというのが今の混迷の時代に入っているととうことですね、はい、この時期あれなんですよね。 あよくびっくり予想とかって出るじゃないですか、うん、年始って、うん、で市場関係者のびっくり予想にの一つにドル円相場の年間レンジが3円幅にとどまるっていうのがあってバイロウインですか違います<あ>これは、ね、あの国内の あれなんですけど<ー>そんなの出てて本当かよって最初はですね思ってたんだけど実際始まってきた相場はそうですねんそんな感じがしてきてますよね。<laughs> <ー>三角持ち家っの今ギザギザギザでやって三角形がずーっと収縮しちゃって、はい、今その上のトライやってんだけど<ー>いやそりゃまあね私もね30年超この世界で運用やってますけど。 こんなに動かない。だから、旧、e、いっちゅうな国家管理であり社会主義なんですよ。はいええ、だから動かないのは必然なんです。逆に言えば、はい、で今のマーケットを動かしているのはね、結局その動かない中でその金利が低いと、でまあ金だけばらまいてるから株と不動産だけ上がると。 まあいうことになってるわけですねでその分為替はどこも緩和やっちゃってるから、はい、欧州も日本もアメリカも同じじゃないですかオーストラリアも利下げさら、ね、どこも利下げと、はいね、トルコでさえ利下げとと。 差異がない、うん、ディファレンスがないわけですよ。えーすね、と動きようがないわけです。二、はい、国間の比較なんだから、うん、どこも同じジャブジャブだということでね。うん、この社会主義化はあの進んでいくのかどうなのか。うん、進むんだけど、その、えー、それが本番に達すのは今じゃなくてね。はい、おそらくトランプがもう一息あって、うん、でまあ極端に触れてるわけで、まあアメリカは右寄りに触れてると。うん、でそっからまた。 ガーンと今度は民主党政権が出てきてあの巻き戻すみたいなそこがそれがいいとか悪いとか言ってるんじゃなくて相場の危機にななるるるとと言われてるんでです大きな目で見るとだから社会主義じゃない理念はいいんだけどそれを実際に実行に移した時にどうなるかっていうとね その実は、うん、ダメになっちゃうことが多い富裕層を殺すとですね、うん、相場っちゅうのはドーンとでみんな今もう資産課税するって言っとるじゃないですか富裕層も賛成してるなぜなら自分らの身が危ないから、うん、中間層全部落ちちゃって、ねうん、竹やりで疲れちゃうからそうするとねえー、っと資産課税とかそういう流れになると、うん、これはもう落ちるんです経済は。うん、だから ちょっと難しい時代にそうなる前にねうまくこうバランス取れればいいですよねそうなんですけどバランスっていうのはねもう触れまくりですからちょうどいい真ん中安田さんが言うバランス感覚が一番大丈夫重要なんだけどもう日本見てたら極端から極端にいくとこの前は鳩山政権ええっつって国民が全員いっとったと今度は安倍だ安倍だと極端から極端に触れてるわけですよ。それは ロジックとか哲学とかそのまま何もないからその場の空気でバンバン振れるそれがいいとこが悪いとこ私言ってんじゃないですよだから要するにじゃあ戦争に行ってこれどうしても負け戦だなと相場でもそうですよあこれもうやられるなと薄々わかるんだけど引っ込みがつかなくなっちゃう日賀さんがリーダーならねわあわあそー進軍ラッパ吹いといてダメだと撤退だと言いにくいわけですよと一億総玉砕と でそれは相場でやったらダメですよと私は言っとるわけですね、はい、はい、ありがとうございます今日も午後4時まで皆さんどうぞお付き合いくださいまたリスナーの皆さんのホームページのコメントも受付中ですぜひ皆さんお書き込みくださいザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの番組はマネースクエアの提供でお送りします トゥ,ト,はい、トゥデーズマーケットの時間です続いて今日はですねまず今日の指標を見ていきましょう東京株式市場は日経平均株価続進で終えました前日に比べて108円13銭高い24,041円26銭で大引けとなっていますまたドル円相場こちら為替は こちちらですお待ちくださいドル円が現在110円110円2324そしてユーロ円が122円7378あたりで取引されています。ということでこの時間はまた足元それから今週の為替市場今後のポイントについて伺っていきたいと思います。 よろししくお願いしますえ今日が1月の17なので、まあ、1月も半分ぐらい過ぎたというところなので、はい、まあ今週というよりもちょっともうまだ早いんですけど、はい、ちょっとこの1月これまでを振り返ってみようかなというふうに思ってて、はい、まずアメリカの雇用統計が出ましたと、えー、やはり相変わらず失業率は3.5と低い水準と。うん いうのでまあアメリカのまた今年の雇用もしっかりだね、はい、というような感じからスタートし、うん、まあ昨日発表になりました小売売上高ですね、はい、まあこちらに関しても、えー、これは除く自動車ガソリンなんですけどプラス0.7ぐらいと非常にまあまあ強いというようなところで昨年の年末商戦もまずまずだったんじゃないかなと。はい、一方でアメリカの物価統計を見てみると。 これ、まあ、生産者物価指数がまた結構大きく落ち込むような感じ CPI は少し落ち着いてるんですけど、はい、そうは言っても、まあ、アメリカの2%というターゲットラインこの辺を、まあ、しっかり、うんえー、超えて推移するという流れにはなっていないというところから、はいまあ、とりあえずですね、ね今年考えてみたときにこれでアメリカの金融政策が何ら変更利上げとかってできるのかというと、うん、まあそうは言ってもまだ難しいだろうねと。うなんですよね,ね 人によっては10年間利上げがないっちゅうって10年っていうのは大げさでしょうけどねさすがにね。とは思うんですけどもうまこんな感じなのでちょっとアメリカの10年祭の方に、えー、っと目を向けてみるとおおむねこれが多分1.7から2%の間で動いていくであろうと。うん ななかなかその2%というターゲットを超えてそこから2.53というようなのはですねまあなかなか難しいのかなということを考えると、うんはい、ドル円がドルが買われる理由というのもそれほど出てこないだろうなと、うん、まあ今週、とりあえずドル円今110円台回復はしてるんですけれども、はい、まああまりこれも長続きしないのかなここから上っていうのはちょっと厳しいのかなというのは、うん、一応、イメージとして持ってるんですけどね。でその1 一方で相変わらず先ほど来からお話が出ている株、まあ、シーズナルパターンでいくとですねこの12月というのは結構下げてもおかしくないというのがですね、うんえー、パターンとしてあるんですが去年もそうだったんですけど実は1月から結構上げる相場ニューヨークダウは今年もまたそれで今、史上最高値を更新する動きと。 いうことでです、ね、まあ、えー、昨年に続きちょっと今年も例年のパターンとは異なってきてる感じがしますとただそれに日経がついてきてるかっていうとそうでもないよねと去年はちょっとドスンとあった後、はい、まああのー、3月ぐらいまで日経平均もですねニューヨークダウン同様上昇してたんですけどちょっとここのところ、えー、今年は見てるとですね昨日だってニューヨークダウン270ドル上げてて、えー、その割に今日の日経平均を見 終わりに、ね、先ほど言ってましたけど108円高でしょう、はい、最初だから1780円高からスタートしてたのにそ,その後伸び悩みというところでは、はい、まあ今のところアメリカのですね、うん、やっぱり株の方に勢いがあるのかなと。うん えー、いうところではあるんですがこれが本当にまた去年同様、はい、シーズナルパターンと異なる形で3月ぐらいまでこの勢いが続くのかどうなのか、はい、まあイベントとしてはニュ、えー、と今週は、えー、米中の合意 署名がありましたというところでこのイベントも通過。はい、実を言うと次のだからイベントがちょっと見つけにくいかなとう。うん、次の、うん、あれも結局何も決まってないよね。ねまあ、目新しい材料もなかったと言ってしまえばそれまでだみたいますし <laughs> な,しない。そうですね。だから来週を考えても、えー、21から24がダボス会議。はい、で、まあこれで。 IMF の方からまた世界経済見通しとか出てくると思うんですけど、うんはい、まあ世界経済全体はまずまず、うん、一方でちょっとアメリカ弱含むみたいなそんな感じになるのかなとは思ったりもしてるんですが、うんえー、さりとってそれでじゃあ相場が動くかというと、うん、そうでもない、うんはい、で24日からは、えー、旧正月がスタートするので中国市場もずっとまたお休みと、えー、いうことを考えると。 次の材料が果たしてまたまあまあ3月3日のスーパーチューズデーっていう声はそうなんですけど、それで本当にじゃあ相場が動くかっていうとなかなか厳しいな、えー、こっから先の動きも非常に読みにくいなというのが今の正直なところですかね。なるほどね。ここでちょっとお知らせです。あの YouTube の方音声がちょっと今回今日落ちてしまっておりまして、後であのこうえあの録画したものをぜひ皆さんにお聞きいただきたいと思います。あ。 再編集してお届けいたしますので、えー、この生放送中はどうぞラジオの方でお聞きくださいなるほど今日は音だけってことですね、うん、はいはい。ニューヨークダウニューヨークダウはもうこのようにずっと強い状況が続いていますが一方で皆さんこの日経平均というのははい えっと、どうなんでしょう。やはり、このアメリカ株式市場につられて、株高状況、続くんでしょうか。うん、そんな感じがしてないんですよね。はい、ただ、まあ、ここから、日本も企業もですね、決算が出てくるんで、はい、まあ、それをどう。ええ あの市場がですね、えー、解釈していくのかなと、うんはい、やっぱりいいねアメリカ同様結構いいんじゃないのっていう判断になればアメリカ株の動きにですね、えー、連動したような感じになるのかもしれないですがちょっとここのところはもう出てみないとわからないだからもしかしたら日米で違った動きというような感じになってもおかしくないんじゃないかなというふうには思ってますけどねはい、はい、ありがとうございます。 西山さんはいかがでしょうか。はい、足元の相場についてはいもの足元のの、ね、はい。ちょっと最近為替の話あんましてないんで、もっと為替の話してくれということでまたちょっと今日持ってきたんですけど。はい、いやありますよ。いくらでもあるあるのは。いや動くネタとか動くとか動かないっていうのは私はどうでもいいんですよ。トレンドが出てるか出ないかで別に出てなかったらやる必要ないというのが私のスタンスなんでね。 で世の中には50も100も1,000もいろんな商品があるんで、はい、それこそ為替だけでなくて株からコモディティから金利からね、うん、それはまあ 動くものをやればいいんだけど、まあ、さっき言ったように、えー、QE で社会主義化している中ね。市場値の動かないのは必然なんですよ。で、うん、じゃあまあ、それ考えないといけないんだけど。その中で、めちゃくちゃ動いてる奴らがいるわけです。はい、これは一秒間に何回も取引するとか。うん、いや、うん、ナノテクと呼ばれるね。はい、コンピューターで、まあ、代表的なファンドがルネサンステクノロジー。はい まあこれはマーサ財団っちゅうのがね今あのーはい、兄弟がシモンズちゅう物理学者はもう引退しちゃったんですけど、うん、まあやっててでそういうねもう量子コンピューターの時代に入ると10年経ったら完全に、はい、で私はねフランスに去年行ってあのー、量子のその研究者に会ってきたんだけどそれはまだまだ時間かかるって言ってました。だけど、はい えーっとね、この東芝がね超高速計算でまあ漁師に勝つとか言って今日ブルームバーグの「今日の記事」に出てんだけど、うんええ、為替でそれを実証するとこれからですよ。ね何が言いたいかというとねえっとこの東芝はまあそういうシス、うん、と漁師に勝つようなね超高速計算システムを開発したと。はい、でトレーディングの流れというのは。ええ もうテクノロジーの進化によっっててどんどんん変わわいくわけです、うん、昔はねディーリングルームっょっともうどりまくって電話壊して「バカ <laughs> 野郎」とか「この野郎」とかそういう世界だったんですけどシ <laughs>、うん、ーンとして誰もいない中夜中、はい、チカチカコンピューターの電源だけ光ってるみたいなんで, 2>, で2人とか3人いたらいいんです <laughs> ディーリングルームっちゅうのあとはもうコンピューターが全部やっとると <laughs> そんなもんもう20年前からそうなってるんです。で今やね <laughs> この日嘉さんが動かないと言ってる為替取引の、これはね、私が言ってるんじゃなくて、国際決済銀行ビスの発表によると、まあ3年に一度調査してるんだけど、もう2016年の段階で、為替市場はコンピュータープログラムにを採用した自動売買。人間のあれを一切入れないコンピューターに全部売買さすという取引が、

人間がやっととんこで、うん、まあクオンツとかねかそういう物理学者とか数学者でないと採用されないんです、はい、ウォール街のディー,、うん、ディーラーちゃんな、うん、野生の勘とかフィーリングでやってますなんていうのは今日<ー>昭和の時代でもう終わっとるわけですよ。 だからそういう中で我々取引してるんだっていうことを時代が大きく変わったんですねこれはもう超上級者になるとね、はい、次の資料の,あの3ページに何が書いてあるかと、理想のシステムトレーディング」って書いてあるの。ええ、ね安田さんこれ読んでちょっとボラティボラテリィ,ィの有馬予測モデルと。 明日の割値がどの向きにどれくらい動くのかを予測するニュートラルネットを採用、ニュ,ニューラルネットを採用した、ねはい、あアクティブ市場をトレードするトレーディング、トレーディング戦略ですと、<laughs> <で>もう全部んいい市場状態に。<laughs> はい、自動的に適用しポートフォリオのリバランスを自動的に行う遺伝的アルゴリズムを使って昨年損失を出した戦略で停滞市場をトレードするモデルは放棄し驚異的な利益を出しているモ,ルモデルには資金を追ぎ込むことができるようなトレーディング戦略のウォークフォワード分析に適用できるような。 カスタム遺伝的アルゴリズムを設計作成できるような相場アプリケーションが一体どこにあるのかとこれはシステムトレーダーの有名な何にもわからんでしょ <laughs>、はい、<laughs> 素人が聞いてもちんぷんかんぷんといやこれわからないで困るんですけど、えー、本当はそうなんですね、うん、でこれね、はい、もう2000年の段階でこういうとこまで行ってたんです私はね、えー、あの某ねあの超有名なそのファンドに見学に行ったんですから全部コンピューターがやっとったわけです、うんはい 熟練取引者よりもうまかったもうその時点で <laughs> <ー>で、ええ、今そっから何年経ってるんだって20年経ってもうん、うんまあ、とんでもないとこまでいってるとうん、うん、だからね個人投資家はこんな土俵でね、うん、同じことやってたら勝てないってことですよ。ええ た,いいででただ個人投資家も私はね自動売買とかシステムトレーディングをやるのはすごくいいって進めてるのは、はい、必ずストップロスが組み込まれてるから売買システムの中に、ええ、ダメだったらすぐ切っちゃう、うん、損切りする、うん、人間が見てたらもう損垂れ流しですから、うん、そこがまあ一番いいってことですね、はい、で直近の相場は平嘉さんが動かない動かないって言ってるんでどないになっとるんやという話でね。はい、為替取引で あの一番取引が多いのは安田さんドル円じゃないね。なん円なんてローカル通貨ですから当然。ドルとユーロなんです。ユーロドルの相場が、はい、問題なんですけど、これユーロドルの私のね持ってきたチャートの冷やしなんですけど、まあじりじりじじじり触ってはいるんだけど、はい、ほとんど動きが小さい。で,、ね、でこのね、はい、A T R チャンネルつってその。 為替相場もまあ株もそうなんですけどこのバンドの上限下限まで最大限動くんですけど、うんはい、もうバンドの真ん中のね49の移動平均付近でずっと張り付いとるようなう、ね、上下いかないんですよ。はいはい、要するに移動平均真ん中の線から離れないとこれは相場になってないってことですいうそうです。 でまあ逆張りを推奨してるんですけど、はい、それでもねちょこっとしか値幅が出ないんで取れないと、うん、コツコツとしかでポンドドルどうだとブレグジットの、はい、これも似たようなもんでねこれ東の ATR チャンネルなんですけど、はい、今のユーロと一緒の、はい、何もうだうだやっとるだけとまあ大きく見りゃよかったとにかく移動平均の付近で取引するやつはアホだと私は言っとるわけですよ。え だって市場参加者の平均コストっていうのは売り方も買い方も両方が優勢でないわけですから勝負がついてないあの土俵の真ん中でがっぷり打つで組んどるわけですよそんなとこで勝負したってダメだと移動平均からある程度上離れるか下離れるかあるいはまあむちゃくちゃ離れすぎると逆張りっていう戦略も取れるんだけど。 移動平均のど真ん中で私はポジションを取るのは好まないとまあそれを好む人もいるんでねそれはまあ私の独断と偏見の意見なんですけどで今度はニュージーランドドルこれまあ去年のね12月にねこの前ねセミナーでお客さんにやったらいやもうあの西山さん助かりましたと損しとったんだけどニュージーで取り返したとか言われてね結構私も嬉しかったんですけどそのニュージーでさえ今もうトレンド終わっちゃってドロドロの。 日谷さんががくくのがよくわかほとんどまあこれ買いトレンドが赤で、えー、売りトレンドが黄色なんですけど安田、えー、さん見たらほとんど横ばいじゃないですかそうですね横ばいで。うん、なんとなく円安気味だけど、うん、ただ今まあ三角持ちへの上トライには行ってるんでちょっと注意が必要なんですけど、はい、まあ今のところ日嘉さんが言うねよく見たレンジだと。 うん、いうことでございますでトルコリーラ昨日なんか0.75利,利下げしまして、はい、あのトルコまで利下げしとるんですよ。うん、でトルコリーラは売りトレンドが出てるんで注意と言っといて、まあ、そこからちょっと下げたんですけど、はい、今あのトルコ中銀というか国営銀行がですね、はい、介入やってまして、うん、トルコリーラがやってます。うん、でそれはもうあのしっかり出てて外貨準備が減ってますから、うん、介入しとるんです。 これも管理だからでで横ばいすよねただトルコリーダーの冷やしビルと月安的には相当下げててただ今直近数か月はこんなもん何も動いてないということなんですね。であとまあ今マネースクエアさん推奨のメキシコペソこれはちょっとね買いの流れになってんだけどささすがんのおっっしゃた通りいや私のね認識で言うとこれ。 日さん ADX が上がってて標準偏差が下がってるということでいわゆるちょっとねどっちつかずこれが一緒に上がると強い相場で買いシグナルが点灯するんですけどまあ上げとる割にはですねさほどいい相場じゃないというのが私の認識だ日野さんが言うようにえこのまま今年も相場が動かないんじゃないかとドル円で3円ですか <laughs> いやびっくり予想はね私が言ってるわけじゃないですよ <laughs> いや,だだいや私はさすがにね3円ってことはないと思うけど、うん、今の直近の相場見るとねまあ動かないなということでございますね、うん、はい承知しましたここまで以上トラリピボックスでした マネースクエア「トラリピーボークストラップリピートトラップリピート」「僕の名前はトラリピート」「トラップリピートトラップリピートそれを略してトラリピー はいトラリピボックスはここからでございましたえ今日はですね YouTube の方ちょっと音声がダウンしてしまっていますあのラジコで西山さん日賀さんの資料をアップしていますのでぜひ皆さんそちらからダウンロードして,て番組ホームページ,、ね、ーページラジコでお聞きの方は番組ホームページ,ジ、えー、番組ホームページに資料がなんか上がってるらしいんでそれを落としてください。<laughs> はい、はい、失礼しましたよろしくお願いいたします それではこの時間はですねリスナーの皆さんからの質問今日は一つご紹介したいと思いますはい、えー、福山さんあラジオネームはキャリーカブカブさんです毎週勉強させていただいていますところでこのゴルディーロックス相場はいつまで続くのでしょうかアメリカの選挙までと考えて良いでしょうか教えてくださいというご質問です まあゴルディロック相場というより中央銀行バブルでねもう量的緩和という禁断のえとこに足を突っ込んだ以上もう抜けられないんですさっきから言ってるように。やめると株が下がるからやめられないとでトランプ選挙勝たんならん安倍さん選挙勝たんならんとかえなんだかんだっつって為政者が全部株を上げようとするんでまあなかなか。 あのー、やめられないんですね、でアメリカでいうとね、6月まで、えー、月額600億ドルの、えー、トレジャリービル、えー、短期国債を買い入れるということでね、はい、もうじゃぶじゃぶなんですよ、もう事実上の q e 法と言ってもいいような動きになってると、でそれね、えー、それを見越してファンド税は、これ、モルガン・スタンレーのね、えー、予測で、 え4月か5月まではまあ下がらんだろうと、はい、今年の相場は米国株、うん、だって臨転機回してるんだからと、はい、でそれはいいんですけどじゃあそれをそのファンド税は当然頭の中入ってますから5月、うん、6月の中間決算で一回リグに来るんじゃないかと、うん、そこで下げるとねまたトランプ大統領選挙あるから、はい、また,またあの緩和を継続しますと一回やめるんだけど。 はい、いうことになってどっちにしろ1年中やるるんじゃなないいかっていう話にもなってるわけで,すよでまあそうは言いながらあのアメリカの私のねこのゴールディロックスいつまで続くかっていうのは答えがあって、はい、私はねそういうぼ頭とした話じゃなくて、うん、うんとちゃんとあの指標で見てるんです。はい、でこれ私のね経済拡大縮小インディケーターっていうのはあの資料の11ページかなこれに出てましてこの下のねサイドバー 安田さんその青とか赤に変わっとるでしょこれこれこれ。はいうん、それが青になったら注意しなきゃいけないっつうんだけどまだ赤だから、はいえー、まあまだその相場が大暴落する危険性は今のところ少ないということなんですね。ただもう赤の期間が相当長いんで これはもうどうなるかかわらんで今日ねマネースクエアの,あのお客さんは CFD のレポート書いてここら辺のね景気の拡大縮小期間過去の平均から見てどうだと、うん、でどうやったらこの相場でね長期運用を続け,られる続けることができるかというレポート書いてますんで、はい、まああのここ12週ですね書いてますんでそれを読んでほしいんですけど、うん、では今アメリカの株どうなってるんだと。 えー、次の資料のね12ページの SP500 株価指数の株価売上高倍率私が株で一番、えー、重要視している指標ですこれが過去最高になったとこれはね2000年の IT バブルの時に匹敵する段階まで来たと<ー>なももうバブルもバブルなんですだから,、ね、だからバブルだから、はい、だから上がらないっつうわけじゃなくて。ええ バブルっていうのはそのバブルからさらにバブルするとで、はい、今ね強気の人に私は株の運用者に実際に運用してるやつに聞いてるんですよ、ええ、あのー、どうだっつったらいエニシエさんまだ行くぜと<ー>相場というのはわたお前がいつでも言ってるように最後は一番走るんだと、うんはい、相場って一二三四五波動で上げるんだけど、うん、最後の五中のは株と商品は一番行くと、うん、みんながもう辛抱たまらんと、うんうん、もうわーっと で最後バーンと最後の人上げっていうのがまあそれ最後だから気をつけないといけねえんだけどそれに調子に乗って乗ってるとその後大暴落しかありませんのでだけど最後の人上げはまだ出てないんだとギリギリ上がってるだけじゃないかという見方があって私はまあそんなことも思わないんだけどでまあいくっつうんですけどただね PG レシオとこれ PR を利益成長率で割った指標ももうこれ過去最高。 今までの、えー、歴代のバブルを超える水準まで株は買われてると。うん、でねもう次の,あの株式や利益成長の劇的な回復を織り込んでると今ね企業決算シーズンに入ってまああのー、ななんとなくいいんじゃないかみたいなことを言ってるんですけどもうこの企業利益ね赤の方と実際の緑の動きを見ると株が離れすぎてる。 その利益同せんと前はね,ね安田さん<れ>一緒になってたじゃん。株の利益とかんで株価だけ高くて企業利益上がってないとこれはだから、PR、割高にドーと買っていくわけですよ、はいね、だからちょっとき、ねうん、行き過ぎてんじゃないかと。うん、でねこれはもうあのー、ここのところの番組でずっと言ってるんですけど、はい、えっと株のね え大きなクラッシュに、えー、巻き込まれないでね長期運用長期運用っていうのは5年も10年も20年も株をも、えー、持ったり話したりしながらやっていくにはどうしたらいいのかということでねでこれは私が言ってるんじゃなくて一つのヒントとして聞いていただきたいのこれはまあゼロヘッジっちゅうあの相場のサイトから借りてきたチャートなんですけどね、はい、株の大きなクラッシュに巻き込まれないで。うん その生き残っていく、ええ、要するに今みたいな記録的な、えー、上昇相場の後には、えー、アメリカの景気拡大期間も128ヶ月って勝ってないほど言ってるわけですから必ず相場,の、はい、相場も景気も反動が来るんです、ええ、その時に株式相場の答えっていうのが出ててね過去の相場ではですよ、はい、今までの これから先のことは安田さん分かりませんよ。未来のことを語る人を信じたらダメなんですから。いや相場をいや未来を語る人ってゅうのは信じたらダメなんです。だから要するに相場っちなついていくのが大事で、別に予想する現実も何もねその認識が変わらないとダメなんだけど、まあそれは置いといてあのどうやったら暴落を回避しながら相場を続けられるのかと。そうするとね。 これね SP500 の年足チャートがこの青い線で出てるわけです、はい、でオレンジの方が、えー、青いというかグレーだな、うん、オレンジの方が過去3年間の SP500 の平均リターン、うん、で、この3年間の過去3年間の単純平均リターンね、うん、ただ3で割ったらいいだけですよ はい、その年の儲かる、うん、儲かるパーセンテージを3で割っただけでそれがプラス10%に達したらもう売っちゃえと、うん、でマイナス10%に達してたら今度は逆張りで買うんだとうん、うん、これをやってるとね<ー>暴落に引っかからないで利益だけ取れると、はいうん、それはだけど過去の、はい、あくまで過去の、うん 話であってね、はい、これからも通用するかどうか分かりませんよこの10%っていう数字が。だけど相場を考える上で、えー、いかに市場に殺されないで生き残っていくかというのはねやっぱり考えないといけない運用事業としてやっていくには。 ない10倍銘柄とかそんなもんばっかりに飛びついてね、うんえー、10倍になったとある材料株買ってで今度はまた10倍の狙って10分の1になりましたと、はい、で10分の1どころか20分の1とか30分の1になってるのは相場なんですよ、うん、だからちゃんとそこは考えて運用中のは事業として考えないとダメだと、うん、いうことなんですね。確か500も多分買いいトレンドになってますよねいや あの買いトレンドっていうかねアメリカの相場は全然今指標はよくないです、うん、あのトレンドという,いう意味ではうん上がってはいるんだけど強いトレンドっていうのは、えー、出てなくて実は、うん、個別株のアップルとかテスラだとかねまあそういう銘柄はめちゃくちゃいいんだけど、うん、指数自体はね志さん言うほどいい相場では実はないんですよ。うん、で 日比谷さんがね12月はシーズナリー悪いのにと昔はかったんですよ1月っうのは相場絶対買えと、うん、だって1月効果っって1月は高いって言っとったんですから、うん、今や12月はダメだとでね昔は鉄節分天井悲願底とか言って、うん、この時期いいんだけど、うん、まあ最近悪いんだけどねまあ私は悪い方に今取ってて、うん、で日比谷さんはそれでも上が,上がってるじゃないかといやじゃあ乗らなかったらいいということなんですね。うん、で そろそろがあす、ね。あ、そう、あ、それであのー、えっと、今度私ね、うん、石原純明にで、ね、あの、はいはい、ちょっと本を出しまして。はい、F. X. の超初心者用の本、はい、そっちまで、はい、ご紹介しちゃいましょうか。うんうん、これがね、小学生でも読んでもわかると思う、ものすごいす、はいえー。なんだっけ、でっかい、でっかい、つうか、かなりのサイズの本で。はい えー、ページ数も相当あるんですけどそう全部ねイラスト解説入りで、うんえー、小学生が読んでも分かる内容になってると。はい、でこれを、えー、リスナーのですねこの番組をお聞きの皆様、えー、5名様に、えー、プレゼントすることになってて番組ホームページに、えー、っと申し込みのあれが出てると思いますんで、はい、そこから申し込んでいただくと。 えー、この本ですね。これ、えー、YouTube の方を見てる人はまあ本のあの図柄がページからお申し込みいただけます。うん、ゼロからわかる最新 FX チャートの基本と儲け方。はい、こちら皆さん番組ホームページからよろしくお願いいたします。西山さんありがとうございます。はい、それでは一旦コマーシャルです。マネー・スクエア。2020年新しい年の 新しい資産運用はぜひマネースクエアをご検討くださいマネースクエアでは FX 株価指数 CFD で中長期的な運用を行うミドルリスクミドルリターンの新しい投資スタイルをご提案しています特許取得のオリジナル注文時間を資産に変えるテクノロジートラリピはあなたの相場感をしっかり活かしながら手間暇のかからない快適な運用をサポート 今なら2019年の振り返りから2020年のトピックスと見通しまでをまとめたスペシャルコンテンツ「大予想2020年の為替相場予想」に基づくトラリピの仕掛け方を公開中他にも2020年の運用を成功に導くためのサポートコンテンツを豊富にご用意しています「マネースクエアは」は2020年も「ザ・マネー 西山幸志郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様のお役に立つ情報をお届けしてまいります毎日が財産になる株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります 契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。 マーケット投資戦略。それでは来週に向けてマネースクエアの FX 投資戦略をお届けしていきます。今後私ですね。そうですね。とすね FX というと投資戦略。はい。東さんです。えっと基本的に私前回、はい。 出たときに北米大陸通貨ペアを見てますよ、はい、というお話をしました。えーはい、で、えー、っと今、まあ、実際のリアルなチャートを見ていただくと、まあ、ドル円なんかもんまあまあ、えー、今110円も抜けてきててしっかりだね、はい、と。えー で、えー、メキシコペソ円これ標準偏差が垂れてるんですよねボラティリティ垂れてるんですけど、はい、とはいえ非常に今しっかりな動き、うん、であともう一つカナダ円というのに変えてみるとカナダも標準偏差は横ばいなんですけど、はい、地利高のところというところで今のところしっかりのところこの3通貨アはそういう動きにはなってるんですがじゃあこっから。 これついていきたいかというとちょっと私は様子を見てもいいかなと思う実は思ってますというのもまああのトラリピなんかでやった場合、えー、カナダドル円の上限84でそこからの利益幅を例えば50銭って取ってれば今日で、えー、っとそれ全部落ちてるはずなんですね、うんはい、でただその上85っていうのはある程度節にはなると思ってるんですよ、うん、そうすると結構そ、はい、今こっから上についていくとちょっと高いところをつかまされる可能性があるかな という,ふうにも思ってるので,、うん、で標準偏差がトレンドが出てるわけではないので、はい、それだったらもう少し様子を見て今一旦理確したんだったらそれはそれ <laughs> でメキシコペソに関してもこれ6円がですね、はい、結構何度か弾か 引き返されてるというのがあるので、えー、その6円まであと15銭ぐらいですよね。はい、っていうことを考えるとこっから一気についていくかっていうのはそこはもう少しやっぱり様子を見た方がいいというふうに思いますしまあドル円に関して言うとまあこれあの冒頭の方でも話しましたけどもまだちょっとあんまり上に行くようなですね気がしてないというところがあるのでそういう意味では。 もしまだポジションを持ってる方は利確をするなりをまず優先に考えていただいてこっから新たにじゃあ何かエントリーしてついていくっていうのはもう少し待つまあ相場にはですね、えー、こういう動かない時だから余計に焦るのかもしれないんですけど休むも相場という言葉があります。ちょっとだからその辺りははでですすねね私 とあの様子を見て、もう少しここからじゃ上の行くっていうのが確実になった段階でついてっても遅くはないとそんな風に思ってます。はい、ありがとうございます。それでは西山さん、いやあのね動かない動かないってんでまあちょっとねレンジっぽいまあ例えばドル円も今買いトレンド出てるし、日向さん言われたニューヨークダウンもね今直近はやっと冷やしで買いトレンド出たの、で週足ずっと出てるんですよ。ちょっと変な相場なんです。よで あのね、ラリーがラリー・ウィリアムズってアメリカの著名投資家がね言ってたのは日本円はねうんとほとんどね原油と相関関係が非常に高いそ商品で、はいまあ、原油が何日かドル円に先行してるみたいな形なんですよ、うん、ところが WTI の原油の先物っちゅうのはねニューヨーク原油ドーンとこの前、はい、あのイラン騒動で上がってその後大暴落してるわけですバーンと。でそれで言ったら ドル円ががこんなに上がるのは本当はおかしいんですよね、うん、だけどまあ株が上がってるっていうことで円安になってるんですけど、はい、彼が言ってるのは短期的にはね木垣さんが言ってるようにちょっと円,円高気味の揺り戻しに気をつけないといけないと。うん、で今のそのでその揺り戻しがもしあったら円高の方に行ったら、はい、以前の円高の高値を超えない限りは今度は円売りに行けと。うん ということはね、小さく取るまあ、逆張り相場だと、うん、いうことなんですね。だから今大きいの狙ってもですね。 な、まあ、なかなかですねだからもうあの米国株の一部個別銘柄だけはまあ強烈なトレンドを発するのあるんですけどそれもね,ね<ー>全体的に見るとそんなに良くないの皆、はい、さん実はん個別私最近バンバンやっとんですけどね良くないんですよ。だからまあうんどういうんですか、まあ、細かいね相場を、えっと、丁寧にやらなきゃあんまり 一発行ったるぜとでドーンと取りますとそういう相場で、ねうん、ういうないと、うん、さっき言ったようにどこも量的緩和がゼロ金利かマイナス金利か利下げの世界で、はいうん、全部が緩和の方向に世界中の国が向かっている中、うん、差異がないわけです、うん、差異がないということは為替は動かないとそれがどこまで続くかというのもだはっきりとは分からないということですね、うん、だから利下げはするし量的緩和するから株は上がりやすいんだけど、うんはい、為替は差異がないということですね分かりました お送りしてまいりました西山幸四郎のマーケットスクエアそろそろお別れの時間となりました皆さん最後までお聞きいただきありがとうございましたえ今日のお相手は西山幸四郎とマネースクエア日賀広志と安田麻里でしたさようなら,さよならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました